対戦相手の方が見つかりました。またイビグラか。ラティオスはまあどうでもいいな、あいつはどうでもいい。レッグーザの刺さりは結構いいからレッグーザを出していきたいとこですが、今んとこ同じ戦術をずっと繰り返してうまくいってないからな、まあ、とは言ってもレッグーザ初手でいいでしょう。月光下を考えてもレッグーザから入りて、レッグーザミュウツーがでもちょっといらない説あるな。今回に関してはエスパー相手に半減が2体、半減っていうかエスパータイプがそもそも相手に2体いるし、グラードにもあんま強い方じゃないんで、レッグ月光何かでいくか。サンダーあたり、サンダーはなイベルタにそんな弱くないけどグラードンはきついですからね。とはいってもランドロスあたり出してもあんまり解決にならない気はする。それか初手にナットレイを出して、結構レックン、これ初手にグラードンが来るときついけど、そうじゃなければまあまあステロを展開できるからそれなりにあり、でも初手グラード率高いからなむずい。いや、これ言ってみるか。対戦よろしくお願いします。初手にグラードが来なければ、ステロも負ける可能性が高くて、ステロも相手から、レッグーザで待って殴って、絆変化決めて勝つみたいな展開が一番シンプルで分かりやすいっちゃ分かりやすい。お、ドリューズか、オッケー、そいつはいいぞ。向こうもステロかな、でも、その可能性あるけど。ここは何よりもステロを優先ですね。型破れ、はい。でステルスロックで、あ相手もステロだな。やっぱりタスキは潰されちゃいましたが、まあいいでしょう。リアドリギーの種でいいですかね。グラードンバックはしてきたらもうそのままナットで切ってリックザで舞う展開にします。裏は普通に考えたら相手イビリタルギュラードンなんでね、ステロプラスマッタリックーザー相当きついはず。ここグラード普通だったらグラードンで引いてくるけど、まあ、ナットレーに対してだからな、1回ぐらい突っ張ってくるかもしれませんね。ドリギとか食らいたくないだろうし、とりあえずままやることなさそうだしね。こいつタスキっぽいから最低タスキはちょっと削りたいけど、引いてきた一応ステロでタスキは削れましたね。月光がお相手もこっちと同じでいないのが1匹。ドリギの種、禁電が1匹いないっぽいですね。相手は相手も絆変化月光がかな。だとしたらメザホノクやってもナットで落ちないし、ここは殴っときますか。パワーウィップで、ただのメザファイヤーは別にいいな。引いてきた誰だ、ドリューズなんだ、引くと思ったのか僕が。それがスカーフドリューズかな、スカーフステロドリューズみたいなやつ。ゼロではない可能性は。 OK、 ダメージ、いやドリギでいいでしょうね。自信なんかよくわかんないけど、こっちからしたらもうナットで倒してほしいんだよな。もう絆変化したら相手の月光がよりこっちの方が速くなるから、とはいっても通る技がないんですが、宿り切れんだでいい気はするな。でも起点にしてきそうなポケモンもいないから別に、だからそんな気にしなくていい。だからビップで殴っときますか。もう自信、はい、ユーズもまあちょっと鬱陶しいっちゃ鬱陶しかったし、いる分にはフライテのドリューズを倒しての、絆変化が発動するかどうかだな。発動した別の月光より速くなるからな。とは言ってもあのお互い多分取る技がなくなるんであれなんですけど、イベルタルが来たらジャイロ連打ですかね。アクハイじゃ落ちない気もするけどな、月光が。はい、ここ
ここはジャイロボールでいいかな。生き残るんであれば一発殴っておきたい。メザパー、あ、変幻自在の方が OK、 それだったらいいや。これ手裏剣での方がいいかな、どうだろう。でもドロポンは外す可能性もあるし、同族負けた場合負けることもありえるから、落ちないにしても手裏剣の方がいいが、向こうからもこれちょっと座ったら多分ないでしょ。交換して来られる分にはそんな問題ないですよね。ここは手裏剣でグラードン投げてくるやったら、そいつを起点にレッグーザが舞えばいい話なので、ここは手裏剣ド安定だと思う。嫌なのは相手も手裏剣を選択して向こうが先に動くとかですかね。それがうざいな。引いてきたか。イベルタル、イベルタルか。でもこれさ、別にこっち側は問題ないっちゃ問題ないよな。あ、これでもう一回月光に戻す気ですかね、もしかして。ちょっと無理がある気もするけど、相手からしたら一応炎テープ消すっていうだけで意味があったのかもしれない。だってイベルタル絶対耐えないもんな、これ。だからレイビーに対して月光が後投げしてくるみたいな展開あるかもしれませんけど、それしてきたらしてきたで、もうレッグザの神速で全員倒して終わりなんで、ここはレイビーでいいですね。あとはあれか、月光がのアクタイプを消して不意打ちで縛ろうとか思ったのか。後ろの月光がは変形自在じゃないんで、アクタイプ消えないんですけどね。相手はそういう意図があったのかもしんない。あ、スカーフか。マジか。耐えねえか、これ。スカーフだったか、マジか。待ってよ、それはちょっと美味しくないぞ。いや、美味しくないけど、でも多分、月光がは神速で縛れると思うし、レッグーザも、レッグーザからレッ、いや、イベルトだからレッグーザワンパンはできないでしょ、多分、スカーフだったら。だから、そんなに不利でもないか。あと、新速で落ちるかな、イベルタルって。でも、新速2回打ったらさすがに落ちそうだから、新速は打ち得ですかね。え、ここメガ進化して、新速。龍舞もちょっとしようかと思ったけど、レイビー耐えるか怪しいよな。飛行分は消えるにしても、うん、落ちそうだし普通に。だからここは神速でいい。ストリーム落ちなかったら泣いちゃうけど、まあ、それはもう仕方ないかな。オッケーオッケー。イベルタルも神速でいいですよね、まあ、イカ様とか結構痛いし、相手はまあもうスカフなの分かってるんで、回復技とかも絶対ないから。嫌なのはデスウィングか。だってデスウィング考えたらここ龍舞するべきかだな。回復されちゃうもんな。神速押してデスウィングされたらさ、削ってから回復されることになるから神速がダメだな。落とせる確信があるんだけど、イベルタルって結構耐久力あるから、不一致神速だと、まあ、落ちそうな気もするけど、ちょっと怪しい気がしてますね。叩き、ああ、なるほど。それでも落ちないでしょ、これ。うん。落ちないから、問題ね。で、さすがに、龍舞神速だったら飛ばせると思う。っていうか、これですぐ勝ってるし、神速持つ必要ないか。まあまあまあ、なんかちょっと怪しいプレイングがあったかもしれないけど、勝てそうなんで OK ということで、でかい露天で勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。出た、メタモン。これはシンプルに強い戦術で、順電2匹プラスメタモンって出すと、相手の順電じゃねえ、金電か。金電プラスでメタモン選出をすると、相手の金電奪われて金電3体ってできるんで、まあ、シンプルに強い作戦ですね、これは。どうしよっかな。パッと見た感じ、月光がめっちゃ刺さってる。月光がでいくか。コピーされてもあんま困らんしな。月光が、ミュウツーでクーザリー気がすんな、素直に。ちょっとでもあれか、あいつがうざいけど、メテオドライブってくるライオン。まあ、なんとかなるっしょ、これでいきますか。はい、では対戦よろしくお願いします。鳳凰はな、Z があるとお祝い Z とかもあるけど、まあ今回は Z 禁止なんで、それはないですね。嫌なのは、レクーザをコピーされることかな、メタモンに。まあ、その場合、だからあんまりレクーザは強引に回らない方がいいかもしれん。ドンファン、まあ、これはある程度考えてた。ステロでも押してくるんですかね。ここは冷凍ビームからで。
アクアのが良かったな。アクアで良かったな。ミスった。ドロップもどうせこいつ頑丈あるし外してもあるから押さなくてよかったんですけど、ヒデミーが狙いでアクアのが良かったですね。まあ、凍らせれば問題ないけど、頑丈。はい、ステロから来た。はい、あれイバンとかって今あるんでしたっけ。手裏剣にしとこう一応。なんか変な木の実が発動して殺されたら嫌だしな。引いてきた。誰だ。ほうレイビー読みですかね。まあ手裏剣打って正解っちゃ正解だったかもしれない。まあドロップを押すよりかはだけど。おい勝てー。ほう得もめっちゃ高いからな。スカーフを鳳凰とかじゃないだろうな。ここはもうハイドロポンプでいいはず。ドロップ落ちなそうですね。向こうからブレイブバードとかドサイチだけど、ここで引いてくんの。なんだジャローだ。ほうハイドロポンプ、ドロップのレイビー耐えて。いや落ちそうだなこの感じは。冷凍ビームで月光が開いてめちゃめちゃ、あ早っ当たらない。美味しい。スカーフ、え待って、スカーフジャローだかな早くね。しかしスカーフやドリギジャローだって見たことないけど、えなんか食らってないよね。 S 下がる技とか。いや食らってない食らってない。早くねえか。ビギズナ兵器発動して、これでまあ砲も怖くないですね。月光が刺さりすぎていたな今回。まあ、仮にここで倒せなくても裏がミュウツーレッグザ残ってるんでほぼほぼいけると思うけど。でハイドロポンプで、はい対戦ありがとうございました。